私自身ですね、最初クラシックから勉強してるんですね。小学校5年生、仙台ジュニアオーケストラってところをやり始めまして、で途中からロックに目覚めまして、こうやってポピュラー音楽をやってるんですけど、おかげさまで大人になっても音楽をこういろんなジャンルで楽しむことができて、音楽の力っていうのにすごく助けられております。なのでですね、まあ、ちょっとおこがましいんですけど、その恩返しをですね、音楽教育を通じて今の子どもたちに、こういうね、そのジャンルの垣根のない、音楽教育っていうんですかね、まあ、楽しい音楽教育、それをですね、伝えていきたいなと思ってますので、皆さんとですね、ぜひ一緒に協力して、今の時代に合った音楽教育を作っていきたいと思っております。今日は本当にありがとうございました。鈴木雅也でした。私はエレクトーンの先生から音楽教育を始めました。で当時はですね、電子的なものっていうのは特にピアノなどのアコースティック楽器に対抗するような位置だったり、また補完するっていうか補うような意味だったり、補うっていうのは例えばお家でピアノを置けないから電子ピアノを置くとか、そういうことまで含みます。でも私はそういうふうにうまく言えないんですけど、いつも音楽教育の中で対立していたように思うんです。しかし最近 ICT の研究者を見てますと、いや参照すべきは他の分野の教育だなっていう感じがしてきました。ICT の研究者はみんな口を揃えています。すべてを ICT に任せてはいけない、ノートや黒板の方がずっと分かりやすい、そしてあえて鉛筆とノートで繰り返し書いたり手書きで書いたりすることが必要である。で一方音楽教育でいうと楽器の演奏は大変フィジカルなものです。ものすごい修行が必要となり、ここにいるお父さんお母さんもお子さんの練習のためにどれだけ励ましたり怒ったりしたとかもしれないですけど、本当にフィジカルなものです。でもそれだけならやっぱ落ちこぼれていく人やなんかこう表現できない子どもたちもいると思います。で私は人間の体を使う楽器の面白さとデジタルな道具であるからこそできる学習方法と結びつけて新しいレッスンをしていきたいと思っています、従来の指導方法には当然いい面がいっぱいあるから続いてきています。しかし ICT 活用を上乗せしてよりなんかいい音楽教育があるといいなと思います。学習指導要領がちょっと前倒しで変わるという噂があります。でそこで最も打ち出されるのが21世紀型スキルというもので、文部科学省は21世紀型学力と言っているらしいですが、けどもこれが情報社会を生き抜くために子どもが身につけなければならない能力ということらしいです。私はピアノの先生です。こういう弾き方が正しいということを教えています。それはでも自分が正しいと思うことだけかもしれないなと思いながら、でもその正しいと分かりきっていることを覚えているだけでは21世紀を生きることはできないと思います。新しいことを生み出すことがやっぱり求められているので、音楽レッスンでもそういうことを意識して いかなければならない時代に来たと思います。でそのリアルな表現がどうかとか、その考えてこう打ち込みだけで実際に弾いてないっていうのがどうのこうのっていうのはこれから議論の余地がいっぱいあるものだと思います。私の音楽教室ミュージックラボは小さな音楽教室にすぎません。ぜひ皆さんと一緒に協力してこういう問題を考えていきたいなと思います。第1回ミュージックICT ミュージックセッションを終わらせていただきます。どうも長い時間ありがとうございました。